佐藤楓のこぼしツアーまずは北海道会場でのやらかし健康反対です。早くなんだったら早くなんだえなんであんなこぼれるかな別にそこまでさそのお皿こぼれるのまたあれがちょっと慣れてんだ続いては大阪で名物をやらかしなるほどねメイクさんのメイクさんの机にこぼしました、そして東京でのやらかしファイナルこれあまたないこぼしてる呆然と立つこぼしたんですかめっちゃこぼしてます油揚げ出ちゃってるよああいう距離感でやるから一回置いとけばいいじゃんあれかき氷あれかき氷ですでもあれはどうしてあんなこぼれんの山々だったんですすごいじゃあみんなこぼしてたんだ、みんなこぼしてますコメントもなんかちょっとこぼれただろう今こぼしてます